はい、皆さんこんにちは。ちゃんゆきことゆきです。今日はね、前回動画でちょっとお話ししたんですけども、11月の21日に発売したですね、一番くじの方がね、発売されてやってきたので、今日はそちらをやっていきたいと思います。はい、前回ねちょっとゆるゆる的にねお話をちょっとさせていただいたんですけども、発売されて21日のね、僕は午後3時半くらいだったかなにね行ってたんですよ。ちゃんと取扱店舗調べて行ってたんですよ。なぜかないんだよね。ないんだけど、お店の人に聞いたんですよ。ないんですかって。そしたらちゃんとねここ取扱店舗で調べてちゃんと来たんですけどって、それもちゃんと言ったんですよ。そしたら今日の深夜には入ると思います。発売日、発売今日からスタートだからといって、その日にお店全取扱店舗ね全部が一斉にスタートってわけじゃないので、僕が時たま行ったところはそんな感じだった。なので次の日ですよ、発売日の次の日22日のまたこれ3時ちょっと過ぎに行ったらちゃんと今度はありました。はい、いつも行っているセブンさん、うちからね近いセブンさんはなんかね取り扱いなくて、ちょっとねもうちょっと奥の遠くではないんだけど、ちょっともうちょっと足を運ばないといけない、なんていうのかな、距離っていうのかなだったので、そこまでちょっと行ってきました今回。わあすごい、なんかすごいね、日が一気に出たね。最初にね復習しておきますと、取扱店舗はセブンイレブンさんとイトーヨーカドーさん、全店舗ではなくて取扱店舗あるので、調べていっていただくと、いいのかなと思いますと。でね、前回に引き続き、ちょっとね軽めにラインナップの方を復習的にしてから、僕がね、どんなのを当たったのかっていうのをやっていきたいと思います。ちなみにね僕は5回今回やってきました。5回ねやってきた、その中でちょっとねかぶりがね出たんですよ。5回やったうちの2組かぶりが出ました。で1個はかぶらなかった。でね、それをね見せる前にさっき言ったようにおさらい、ちょっとね僕ずれるね、おさらいでこの辺にね、全てのラインナップの方の表記はここの方にテロップでポンと出しておきます。はい、もうそろそろ出てるかと思います。ではね、早速いきたいと思います。今回ね、A 賞から H 賞まであります。はい、でまず A 賞なんですけども、A 賞がアリスツーベルクフィギュアということで、アリスのフィギュアです。これ全1種ですね。これ何本あったのかな、ちょっとね、今回行ったところはバーって全部並んでるんでなくて、持ってって引いてカウンターから商品がポコポコ出てくるっていうシステムのとこだったので、基本なんかなんつうのかな、棚の定番っぽいバーっていっぱいね、その賞が置いてあるところもあるんですけども、今回違ったのでね、ちょっと何点あるのかっていうのが分かんなかったんですけども、一応全1種。はい、で B 賞がアスナフィギュア、アスナさんのフィギュアで、こちら血明騎士団の復刻版の、ものになります。 B 賞。はい、で C 賞なんですけども、アスナフィギュアの、ウンディーネバージョンの復刻版のフィギュアになります。これもね B、C もちょっとどれぐらい本数が 何本あるのかっていうのがちょっとこれ分かんない。多分2本ぐらいはちょろっと見た時に見えたんですけど、2本ずつぐらいはありそうでした。はい、D 賞なんですけども、 D 賞はフェイスタオル、D 賞がフェイスタオルで、全6種ということみたいです。はい、E 賞はクリアファイル、4種ですね、全4種ということです。なんか2枚セットになってるのかな、それがねなんか4種あるということです。で、F 賞なんですけども、ロンググラスになります。 F 賞のロンググラスは全6種になりますね。はい、それから G 賞なんですけども、アスナがいっぱいラバーストラップということで、これ全5種になります。
はい、続きまして H 賞なんですけども、アリシゼーションラバーストラップということで、これが一番モンスじゃない、種類が多くなってまして、全11種類あるということです。であとね、ラストワン賞がクッションという形になるんですけども、そうだね、このね、僕はクリアファイルは、まあ、全4種ってさっき言ったけども、まあ、クリアファイルは、ね、結構いろいろあるのでいいかな、別になくてもいいかなと思って、あ、まあ、できればフィギュアが良かったけども、それかあとフェイスタオル、うん、あとはロンググラスもいいなと思ったんですけども、ちょっとね、今回すごくかなりいい上のランクの賞まではちょっといけなかったというか引けなかったので、ちょっと残念だったんですけども、比較的ね、僕が行ったお店は、その多分お店の言ってた人通りになって、深夜に入ってきていれば発売スタートがちょっと、なんていうのかな、深夜だから多分22日とかになってたとすれば、まだかなり本数があった店舗なのかなと思います。かなりね、全体的にちょっと見えてないんですけど、フィギュアもまだ全 ABC ってあったし、あと他のショーも全部あったっぽいので、まだね、すごいたんまりあったって、たんまりというかいっぱいありました。なので結構出る量がやっぱり下の方のなんつうの賞が多くなっちゃうっていうのは、まあしょうがないんでしょうけど、はい、そんな感じで、軽いね、復習的なラインナップの説明というか、ラインナップを言ってきたんですけども、早速どんどん時間経っちゃうので上げたいと思います。ちなみに今回5回さっきやったって言ったんですけども、かぶりをね含めた、ものをここに、ちょっとお見せいたします。最初にじゃん、はい、こちらがですね、僕が今回、やってきました一番くじソードアートオンラインアリシゼーションの、まあ、一番くじで当たったものなんですけども、今回ね、僕3つしか持ってないじゃんという方いらっしゃるかと思うんですが、ちょっとかぶりがあったのでちょっと持ちきれないので、かぶったものは、1つにまとめました。ちなみに、こちらのロンググラスの F 賞、これ2つ出たので1個にして、あとはかぶったのがこの H 賞のアリシゼーションの方のラバーストラップの方がかぶりました。でこちらのね G 賞のアスナがいっぱいラバーストラップの方はかぶらなかったですね。はい、ということで僕が、ね、一番上のあの賞はこの F 賞のロンググラスが一番上だったんですよね、僕。うん、もうちょっとね頑張れば、D 賞のフェイスタオルとかフィギュアもいけたかなと思うんですけども、まあグラスもね結構使えるのでいいと思います。はい、ではね早速開けていきたいと思うんですけども、開ける順番は、下の賞の方から徐々にこう上に上がっていくような形で開けていきたいと思います。まずはどっからかな、あ、そうだね、このこちら、はい、H 賞のアリシゼーションのラバーストラップ、こちらの方から開けていきたいと思います。こちらね全11種類ということなので、まあ2つじゃないからね、うん、どれが出るかなっていう、キリトくんかアスナとか、出ればいいかな。ユージオもいいけどね。うん、そうだね。ちょっとね開けてみます。早速。ユイちゃんもいるからユイちゃんもいいかもね。うん。よいしょ。はい、お待たせしました。開いた、やっと開いた。これ粘着がさ、結構このなんつラバー系の粘着って結構強くて開かない。やっと開いたよ。はい、今開けました。喋りながら開けちゃったね。はい、じゃあねちょっと中1個目いきます。何が出るかな。やっぱり一番やっぱり2つじゃないから出てもらいたいとか出ると嬉しいんだけど、取れたやっと取れた、いくよ、せーの、ドゥッドゥッパカ、何が出た、ちょっと見えてないんだけど、あ、アスナ出ました。ほら、11種類なので、あ、はい、基本ね、キリトくんと、ユージオが2種類あるみたいですね。うん、アスナ出ましたね、ちゃんと1回で。これでもう1個同じのが出なければ、同じ H でもストラップは被らなかったということになりますね。あとなんか中に入ってるよ、なんだこれ、はい、注意書きの、一番くじの注意書きのなんか紙が1枚入ってました。は
はい、じゃあね、2つ目の一番くじのこちらやっていきたいと思います。開けていきたいと思います。はい、じゃあね、今ねここ開けたのでちょっと中身出しますね。はい、次何かな。アリスが出てもいいよね。いきます、オープン、トゥットゥトゥー、パカ、なんか、あ、落ちちゃった。まあいいや、何、あー、シノンです。うん、あ、なんかこのシノンも可愛いね。見える？ほら、こんな感じ可愛いね。うん、こんな感じです。はい、じゃあ続きまして G 賞のアスナがいっぱいラバーストラップの方ですね。こちら全5種なんですけども、後ろにねラインナップがあるんですけども、うん、どれが出てもいいかな、とりあえずね。うん、ちょっと開けます。はい、お待たせしました、いくよ、オープン。どうしよう、あれ開かね、開いた、開いたよ。はい、中ね開けますね。よいしょ。で、僕もまだ見てない状態ね。いくよ、オープン、チャッチャチャ。見えてない、ちょっと見ていい？はい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 、こちらのアスナさんが出ました。うん、いいかな、こんな感じで。はい、こんな感じです。あとね、中に入ってた G 賞のやつも、そうだね、注意書きの紙が1枚入ってました。はい、じゃあ続きまして F 賞の、 F 賞だよね、うん、F 賞のロンググラス。はい、ロンググラスね、こちら2つあるんですけども、片っぽどっちがいいかな。じゃあこっちから開けます。水色というか青い方のグラスの箱の方から開けます。よいしょ、じゃあこのままいきますね。いくよ、オープン。そうだね、ドゥッドゥドゥー、わー、すごい。これさ、ちょっと見えにくいんだよね。見える？見えるかな、なんとなくわかる？ちょっとわかりづらいかな。ほら、こんな感じね。結構くるっと回してもいろいろ柄が入ってる。うん、で、結構ね、ロングだから割と量も飲めるのかなね。うん、ちっちゃいグラスじゃないから。うん、はい、これ1個目。あ、横にね、こんな感じの絵柄だよって、これがね、グラスの方に書かれてる絵柄ですね。うん、もう一個の方のグラス、こちらですね。こちらのグラスなんですけども、これ横見るとこんな感じのグラスの柄になってますよって、ここにまた載ってます。ちょっと開けますね。よいしょ、じゃあ開けますね、オープン、トゥットゥトゥー、パカ、あ、かわいい。これ見て、見えるかな、ほら、すごいかわいい。アスナとリーファとシノンとシリカとなんだっけ、リズベットとあとユイちゃん、ちゃんと書かれてます。かわいいね、このグラス。うん、はい、ということでですね、今日はですね、5回一番くじのソードアートオンラインをやってきたよっていうことだったんですけども、まあね、今回もねちょっと5回で控えめにさせていただきました。本当にもっとやりたかったんだけど、もうねすぐに12月の頭に、やりたいね、一番くじがまた控えているので、ちょっと今回も控えました。まあ、前回のね一番くじよりもちょっと多めにはやったんですけども、次のね一番くじのためにちょっと控えましたね。うん、でね、出たのがさっき言ったこの F 賞、 G 賞、あとH 賞だね。うん、この3種類、まあ、かぶり含めるから全部で5回やったんだけど、かぶってるのでここに出るのは3つ、うん、になるんですけども、やってきましたね。基本ね、ストラップに関しても、自分がまあ欲しいようなストラップのキャラクター出てくれたし、グラスの方もね、ちょっとこの箱の絵と中の実物の絵というのかなはね、やっぱり見てみないとわからないじゃないですか、実際こう開けてみてみないと。でもお店の中でね開けるわけにいかないので、これが可愛いかなとかさ、これがいいかなとかっていう形で選んできました。このやっぱりオレンジのやつも可愛いし、結構ねいいかなと思います。はい、みんなもね、気になった方もね、発売されてるので、ぜひぜひ気になった方はお早めにセブンイレブンさんだったりイトーヨーカドーさんに行ってやってみてください。結構履けるの早いかもしれないので、なるべくね早めに行った方がいいかと思います。やっぱりいい賞を狙うんだったら
上のね賞を狙うんだったらね、あの早い方の方が、あの上の賞はね残ってるかと思いますので、はい、あとね全店舗じゃないということなので、取扱店舗ね、事前に調べていく方の方が、あのいいかと思います。あるところないところありますのでね、またね同じように、ソードアートオンラインの一番くじの公式ページの方にサイトを載せておきますので、そちらの方からあの検索、店舗検索できる項目もありますので、そちらで調べていっていただければいいのかなと思います。はい、ということでですね、今回ここやってきたよということで、本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。またねー、バイバーイ。